97式自動砲は、1930年代中後期に開発、採用された大日本帝国陸軍の対戦車ライフル。1935年から、不評中退に随伴して、対戦車戦闘を行う軽量な火器として、1 3ト、mm、ル指導銃と、共に2 0ト、mm、ル自動砲の開発が開始された。1937年7月21日付の、 陸機密第92号をもって、研究方針が改正され、97式自動法として審査が開始された。同時期に、研究のために、スイスのゾロターン S-18、1 97式自動法の開発は1938年2月に、ほぼ完了し、同年10月に仮正式制定を上進したが、協議の結果、本法の重条が、 不評中対応としては課題であることから、正式制定は当分の間見送り、とりあえず一部の不評代隊の機関銃中隊等に装備させることとして同年中に生産を開始した。本法は、弾薬の装填及び廃、鞘が自動で行われる半自動式のため、自動法なる新しい名称が与えられた。貫鉄能力に関しては、不評法の一種として、 敵弾刀のような局射兵器では攻撃しづらい、目標を攻撃する役割も担っており、榴弾も用意されていた。本法は、半自動式での創設第2項には、法の五座に、イリタン、怒り機動士発機に、作用して引き金をインクごと二次怒りの弾薬等を、総はお及び、発射し自動的に脳股行せしめ毒、ルモノトスとあり、半自動式と説明されている。 基本的な機構は98式校舎機関砲と共通している。反動は方向性待機と中待機の作用、さらに砲が遥か上を誤座することによって減衰される。重量は約 60kg で砲自体も巨大であり、効率的な運用のためには一門にあたり兵10名前後が必要だった。対戦車ライフルとしては高級な設計であり、本砲の価格は 当時6400円。38式不標銃が77円であることと比較するといかに高価であったかが伺える。1938年10月、陸軍技術本部は本法を97式自動法として制定上進したが、陸軍省は参謀本部と協議の結果、当初の予定重量4 0ラムを2 0ラム弱上回った。 ため通常の不評中隊の編成に含めることは問題であると判断し、一部不評大隊の機関銃中隊に装備させることとして、同年から小倉陸軍造兵将で生産を開始した。昭和13年度50門、同14年度250門、同15年度450門を生産したが、1941年度は12月までに300門を生産した後、 貫鉄能力の不足が指摘されて生産を停止した。その後1943年1月から8月まで日本特殊鋼株式会社で約100門を追加生産した。総生産量は約1200門。生産数がそれほど多くないため当初の配備先は満州所在の有料装備部隊が中心であった。太平洋戦争中にはこれらの部隊が 南方方面へ転用されたため各地で使用された。なお、帝国陸軍の落下山部隊である、停神部隊も本砲を装備しており、同部隊の訓練の模様を記録した1942年公開の映画、空の新兵では、落下山降下後の戦闘演習の際に登場している。自動砲小隊は、不評代隊の代替砲中隊内に設けられる。通常は4個小隊編成で、 一個小隊は、自動法二門を保有する。四個小隊であるのは、不評一個代替中に不評四個中隊があるためで、不評一個中隊につき自動法一個小隊を配属することが可能である。代替法中隊内に置かれていることから、不評一個中隊に全自動法小隊を集中配属することも可能である。初期の実践例として1939年の ノモンハン事件で少数が使用されある程度の威力を発揮した。特に装甲車には絶対的な攻撃力を示した。ソ連軍側の資料には日本軍の2 0ト、mm、ル機関銃と記述されているが、ノモンハンで日本軍が2 0ト、mm、ル機関銃装備の部隊を配備した記録はなく構造上類似しているこの97式自動砲によるものだと考えられる。 なおの門藩では停戦後の9月19日時点で一門の路角が確認されている。第二次世界大戦後期に入り連合軍戦車の装甲が強化され、対戦車ライフルというカテゴリーそのものが陳腐化していくことになり、97式自動砲も例外ではなく威力不足が目立つことになった。ただし、前線の貴重な火力として、軽装甲の装甲兵員輸送車や敵陣地、 統治化といった目標を相手にするには依然、有効だった。また、体操行為力の向上を狙って、外装式の地雷敵弾も開発された。一部には、現地で、全自動式に改造されたものが、校舎機関砲の代わりとして使用されたこともある。不評争点において、地上部隊の脅威となる、敵航空機に対しては専用の校舎砲や校舎、機関砲を運用する校舎砲兵。 機関砲兵に限らず、野戦では、不評も、小銃、軽機関銃、銃機関銃を持って、全力で、対空射撃に当たるものとされていたこともあり、陸軍でも、現地部隊が、針金等を用いて製作する97式、自動砲用の降射用具の図面を作成していた。この降車用具は92式銃機関銃の、 小循環に類似した楕円形の小循環で、消紋にくくりつけるように取り付けて使用されたが、この応急暗説名書では前日のフルオート射撃についての言及はなく、単発射撃により運用されることが想定されていたようである。なお、降射姿勢時には、おズの複雑不足に起因する不発が発生することがあり、注意が必要であった。 大口径の対戦車ライフルを対空火器に転用した例は他にも存在する。前述のように98式降車機関砲は97式自動砲同様に落ちキス系のガス圧作動式機関砲で転用ではないが構造的に類似したものである。外国でも同様に前述のゾロターン S-18-1100 追戦車銃をもとに後者機関砲化した。 ドイツのフラック30があり、フィンランドでは、ラハティエル -39 追戦車重専用の連装工車重化、イルメイタージェンタキバリエル -39-44 が開発され、イルマイナス -2 等の襲撃機対策として積極的に運用された。97式栄光鉄鋼弾、非装項目標射撃用の栄光鉄鋼弾であり、弾底部に栄光材質を有する。 弾頭重量 162g、全長 80mm、全微弾、薬量 332g、97式栄光鉄鋼弾代用弾、演習用の弾薬であり、97式栄光鉄鋼弾と同様の弾道性能を有する。弾頭地金を、防光第3種あるいは第4種とし、外形、重量及び構造は97式栄光鉄鋼弾と同一である。 98式栄光榴弾難目標射撃用の栄光榴弾であり、弾頭内部に作薬室、弾底部に栄光材質を有する。93式小瞬発雷管を使用。全備弾、薬量 306g。98式降射機関法用の弾薬としても、正式化されたが、後に使用禁止になっている。空砲後に、自手弾の発射用にも使用された。 以上は、97式自動砲取扱法の件の第5章弾薬41、42ページを参照した。なお、栄光榴弾を除き98式降車機関砲とは、使用弾薬に互換性がある。保1姿勢 20mm 旋回機関砲本砲法を、ベースに旋回式の航空機関砲としたもの。歩3姿勢 20mm 固定機関砲本砲法を、 ベースに固定式の航空機関法としたもの。ありがとうございます。